ドリキーです。ヘッドライトレンズを研磨だけで長期間実績ありの後編です。一つ前、僕の101番目の動画では10年落ちで買った中古クラウンが5年3ヶ月をすごくピカピカ、もしくはそれなりにピカピカをキープしている姿などなどを紹介し、本ちゃん作業に入る前の100均ダイソーで買える2つの商品の使い物になるかを検証し、聞き慣れない鉄粉取り粘土の作業までをやりました。今までと同じ僕の方法を右目で、100均ダイソーを左目でそれぞれやってみて、その違いも見ていきましょう。ヘッドライトのお手入れでいろいろやってうんざりという方も、失敗のリスクがほとんどなくてピカピカに復活するならやってみようかなっていう方も、これを見れば希望の光がスーッと一筋差し込むことでしょう。行ってみましょう。僕の方法っていうのは、レンズ表面の傷や黄ばみやカスなどのもろもろを全部耐水ペーパーで削り取り、コンパウンドで表面を鏡のようにツルツルピカピカにするというものです。僕は中古車ボディの塗装をピカピカにするための電動工具や、鏡のように磨き上げるためのコンパウンドをたまたま持っているのでこれを利用しますが、何も持ってない方がヘッドライトだけにこれらを1万円から2万円払って買うっていうのは非現実的です。そこで100均ダイソーで300円で買えるこれとこれを使ってどこまでいけるのかの実証です。僕もありゃっと思った意外な結末もあります。5年3ヶ月もの長期間、僕はこの方法でやってきてますが、このヘッドライトレンズの状態がすごくみすぼらしいっていうことはないですよね。前回にお手入れしたのは2年3ヶ月前です。まあそれなりのピカピカですよね。Thank you.
Thank you.
最後に研磨した後のレンズの保護方法の一例をご紹介します。丸裸になったポリカーボネート製のヘッドライトレンズはそのまま放置すると空気、水分、日光、有毒なガスなどなどにやられちゃいます。ボディ塗装と同じようにワックスとかコート剤で保護しましょう。僕が使っているものをちょいと紹介します。CC ウォーターゴールドというプロスタッフの製品です。洗車の後に水が多少残っている状態でも濡れちゃうところがとっても便利で、その後塗ったまま放置でいいっていうところが超お手軽です。乾いた後で拭き上げるなんていう作業がいらないんです。僕は普段の洗車の後ワイパーみたいなやつで水をさっさと払った後、この CC ウォーターゴールドをマイクロファイバークロスにつけて塗り広げています。いかがでしたか？僕の研磨だけでいっちゃうヘッドライトレンズのピカピカ方法。失敗するリスクがほとんどなくて、普通のボロボロのヘッドライトにはもちろん、ウレタン塗装で失敗しちゃったとか、変なコート剤でカバーしたんだけどぼちゃぼちゃとかっていうような状態からの復活方法としても有効です。とにかくボロい表面を削っていってコンパウンドでツルピカにすればいいんです。僕のようにたまたま道具を持っている人なら超簡単、ない方は100均ダイソーでもできますね。いつもドリチーファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリチーでした。じゃあまたねー。